皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユートボール2023情報を紹介していきます。はい、ということでフェーズ6間もなく終わるということで人数調査のお時間やってまいりました。早くもこの時期ですか。1ヶ月経つのが早すぎます。ということでフェーズ6は1月年明けてから、すぐ始まって、しかもシーズン3のね開幕と同時だったんですけど、ワールドカップの盛り上がりだったり、フェーズ5人数が相当ね、増えましたが、今回どうなっているんでしょうか。ワールドカップも一旦終わり、年も明けて落ち着いた頃、人数はどうなるんでしょうか。ただね、シーズン3って、まあ、なんか大きなテーマっていうわけじゃなくて、なんか新しいカードタイプも出てきたわけじゃないし、なんか新しい要素が加わったっていうわけでもないから、そんなにビッグサプライズみたいなものはなかったんですよね。果たしてそれがユーザーにどういう影響したんでしょうか。今回もディビジョン分布を見ながらチェックしていきたいと思うんですけど、まずはディビジョン1の達成者人数見ていきましょう。こちらのチャンネルではこのようにマイフェーズごとにランキング人数を調整集計し、各シーズン各フェーズでどのような人数が減少しているのかチェックしています。いろんな考察を交えながら調査してますので、ぜひ今後も気になるよという方はチャンネル登録などよろしくお願いします。合わせて高評価もいただけると幸いです。いつものようにフェーズが終わる2日前の夜火曜日の22時にチェックしております。では今回のディビジョン1、最下位の方発表します。今回もですね、またペルーの方でした。カカアイコンの方は前回も一緒だったんじゃないかなと思うんですけど、今回の最下位の方は 13,924 位の方というところになりました。そして私前回のこの調査の時に次はレートをもっとね、低いものを目指してほしいと言っていたんですけど、なんとこの方レート0を達成しました。おめでたい。何がおめでたいんだ。レート0はどんだけ負ければいけるんでしょうか。ついにこの方がね、偉業を成し遂げました。レート0。ある意味快挙。普通にやってればレート0になることないんでね。確実に負けました、この人は。負け続けたんでしょう。この方もね、新たな目標達成してウハウハでしょうね。そして、もう一つ気になることがあって、その上のね、方ご覧ください。同じ方です。3人。チーム名、ブルーロックマン。チーム設定日本。日本人です。あれですよね。ブルーロックのゴールキーパーですね。そして ID 名、これ多分紹介していいよね。ブルーロックマン、真ん中だけブルーロックメンです。ちょっとあと大文字とかは若干違うという。リトルホンダとレアル中友、どういうことなんでしょうね。はい、日本の方もね、最下位争いを繰り広げられていました。この方3赤でちゃんとディビ1達成してレート落とすというなかなかの猛者かもしれません。ある意味先ほどの 13,924 を当てはめるとこんな感じになりました。総人口なんとですね、232万になりました。もともとフェーズ5が 281.7 万というところから、減りましたね。49万人、まあ大体50万人ぐらい減ったんですよね。これはユーザーがデータ削除されたっていうよりもランキングに反映されなくなったというか、あの分布にもうやってない人は反映しなくなったって考えるのが自然ですかね。データがなくなったわけじゃないと思うので、例えば全くインしてないとかガチャ引いてないとか全然動きがなかったユーザーはランキングからとうとう除外されるようになった。さすがにこのデータを抱えきれないと思ったんでしょうか。重そうですもんね。人数多すぎて削除された人がいるようです。これは初めてのパターンですね。今までは、順調に増えてましたからね。はい、各ディビジョン帯見ていくと、そうですね、上の上位帯のディビジョン、特にディビジョン2からディビジョン4まではパーセンテージ下がりました。割合が下がってます。まあ、全体的には49万人、まあ、50万人近く下がっていることもあって、ほとんどのところで各ディビジョン全てかな、人数の減少は見られてるんですけど、特に上位ディビジョンはパーセンテージ割合も下がってるんで、まあ、前回のフェーズ5のワールドカップの効果とか、ちょっと長かった期間とか、あとは年末年始とか、そういうのがなくなった分なかなかやり込める方が減ったのかなって感じですかね。逆にディビジョン5からディビジョン7、この辺は増えましたので、例えばディビジョン9とか8とか7とかで、やめていたけどちょっと上げたっていう方は少し多くなったって感じですかね。逆に、ディビジョン9も増えました。ディビジョン10からとりあえず上に上がった方もいれば、逆に何もしなければ基本的にはディビジョン落ちるんで、インはしたけど落ちちゃったとか、まあ、そういう方なんですかね。逆にですね、ディビジョン10人数はまあもちろん減ったんですけど、パーセンテージがかなり落ちまして、過去最低ぐらいのパーセンテージのディビジョン中となりました。とりあえずここを突破した方は多かったみたいなんで、ある意味朗報ではあるんですけど、まあ、それでも57万人ぐらいは、ここで留まっていると。コム戦が楽しいんですかね。
はい、こんな感じとなりました。一応横並びにするとこんな感じですね。今回もディビジョン1達成者1万人は超えましたので、まあ、前回の、ね、フェーズ5は、かなり多くはなりましたが、それに次ぐ人数ではあったというところになります。はい、今週の、木曜日切り替わるんですかね、フェーズ7フェーズ7が始まるんでしょうか、その辺の情報はありませんし、一応シーズンブレイクとか、まあ、期間が短いパターンとかもね、過去にもありましたのでどうなるか分かりませんが、またね、動向を探っていきましょう。はい、ということで、私の現在のレートも1800を超えました。勝率はボロボロですけど、直近は割といい感じに勝ててます。順位ももうちょっとさ、いけば最高の順位に、なります。もうちょっと頑張ってみます。皆さんはどうでしたでしょうか。今シーズンリーグ全然やらなかった、やり込んだ、一つ壁を越えられた、いろいろあると思います。ぜひコメントで教えてください。こちらのチャンネル、 e フットボール情報を随時紹介してます。チャンネル登録してない方、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。